岸本達夫明治大学するが大キャンパスに立つ岸本達夫教蔵、岸本達夫から1912年4月4日は日本の法学者、明治大学の創設者、稲葉国南本陣長に鳥取藩士、岸本平次郎の三男として生まれる。陽名、達三郎。当初藩校、久の理官で乱式兵法を収める。母親戦争に従軍後、 1869年、三つくり臨の教学塾に入門。翌1870年、更新生として、鳥取藩の推薦を受け、大学南校に入学。1872年、新設の司法省妙法領に、第一期生として入学。ジョルジュ・ブスケ、ギュスターブ・エミール・ボア・ソナードらに、フランス法を学び1876年卒業。同年、宮城博・博史 小倉久ひとともに、フランスに留学。パリ法科大学で、フランス法律学士の学位を取得。1880年に帰国後、判事人間、東京大学法学部講師、大上官御用係等。判事の傍ら1881年1月17日、有楽町すきや橋の旧島原半城屋敷宮廷、現在の千代田区有楽町すきや橋交差点そばにおいて、 宮城博士像、八代三竿らと共に、明治大学の前身である、明治法律学校を創設。1888年に校長となる。岸本は法学全般に通じていたが、宮城博士蔵が刑事法を担当したのに対し、八代美沙織と分担して、主に民法と商法を担当。この間に法制局判事、法制局参事官、司法省参事官、 大臣院判事等を歴任。1889年には地元の鳥取県から第1回衆議院議員総選挙に立候補するがすぐに辞退している。司法官同化事件に連座して大臣院判事を辞任した後、1893年に弁護士登録し、1897年には鳩山和夫らと日本弁護士協会を設立、さらに 東京弁護士会会長となる。1905年法学博士となる。商法編参委員、会社法編参委員、破産法編参委員、民商法試行長委員、法典調査会委員などを務める。1912年4月、市電で明治大学へ向かう途中に脳一血で倒れ死去。墓所は、谷中霊園を津四号九川。 明治大学するが大キャンパスのリバティタワー23階に岸本達夫記念ホールがある。出身地鳥取の藩校、久野理館跡地には2006年に共造が建立された。岸本達夫と西恩寺金持ちボアソナード、ありがとうございます。